すいません遅くなって。あ、ありがとうございます。すいません遅くなってさっき起きました。すいません何見てたんですか。メルカリで、はい、銀のなんで振るやんこれ。ターザンゴ。もらいもに対してもケチつけていく。銀の盾が販売してんのかなって。何ですかどうでした。5万円ぐらい。はい、ターくんの誕生日プレゼントもちょっと買ってないのを買うと、あとあるのは竹下さんが転職するんですよ。気の利いたなんかお花とか芳香剤、部屋のなんか匂い良さそうなあるじゃないですか。ちょっと六本木のエストネーション行けば何なりとあるんで。エストネーション、エストネーション、はい、いいですか。行きましょう。エストネーション、とりあえず飲みましょう。レッドブル。ありがとうございます。はい、乾杯。思い出話話すと、はい、5年前竹下さんは専業主婦だったわけですよ、はい、大学一緒でサークル一緒で10年ぐらいの付き合いなんですけど。あ、そうなんですね。そうですよ、もともと大学一緒で。あ、同志社だったんですね。同志社大学で、サッカーサークルでマネージャーやってて、はい、あ、そうなんですね。僕はでもすぐ高2回決勝勉強始めちゃったんで、はい、サークルには行けなくなったんですけど、はい、それでめっちゃ仲いいサークルなんで、はい、10年越しにまあ連絡来て、まあ、Facebook で僕の活動はしてたんでしょうね、はい、で起業して、はい、子供いても、はい、中できる仕事ないってきて、はい、まあ、じゃあうちでその時間も全部調整するし、うん、もう全部お子さん中心の生活でできる仕事を作るから、はい、って言って、まあ、始めたのが5年前。ああ、すごい。そう、はい、ありがとうございます。水分を、これごと渡しちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です、ね、ありがとうございます。行きましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ、バルバッコア行きます。バルバッコア行きたい。だって、ついてきてくれましたもんね。お礼しないと。まあ、いや、本当に本当に、いや、そういうの思いますよ。ブラジルのお肉料理です、うん、絶対好きですよ。いや、太っ。いや、太っ。いや、すごいっすよ。今日のランチはこちら。今何時ですか。今16時。16時。だって見て。クロース。え。ですよね。安い。買い物終わりました。ね、ありがとうございます本当に。